それではトレンド情報トレリンのコーナーです。今日はポイント一つで印象が変わるメイクの話題です。皆さんこんばんは、リポーターの佐野萌実です。春は出会いの季節、第一印象を磨いて印象力を上げたいものですよね。今回のトレリンは、出会いが多いこの時期に知っておきたい第一印象を格上げ、春のトレンドメイクをご紹介します。ということで、春のトレンドメイクを教えてもらうのは、ヘアメイクアップアーティストの松本美也さんです。松本さんは宮崎と東京を拠点に、多くの雑誌、CM、番組などでヘアメイクとして活躍する傍ら、化粧水をプロデュースするなど、まさに美容のエキスパートです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、今年の春のトレンドメイクのポイントを教えてください。今年の春はピンクの多様性です。ピンクの多様性、どういうことですか？ピンクにも多様性の波が来ていまして、ピンクって一言で言ってもブルーがかったピンクとか、くすみピンク、白っぽいピンクって、いろんな質感のピンクが出てきてるんで、そのピンクを使って今年の春らしいメイクに仕上げていきたいと思います。なるほど。確かにピンクって言ってもコーラルピンクとかサーモンピンクとか、いろんな名前聞きますもんね。でもピンクをちょっと使うの難しいなって人もいると思うんですけど、そこは大丈夫ですか？ピンクって割と誰にでも似合う魔法の色なので、ポイントさえつかめばメイクが苦手っていう方でも割と簡単に今年の春らしいメイクになると思います。なるほど。ピンクは誰でも可愛くなれる色っていうことですね、はい、楽しみになってきました。早速実際にメイクをしてもらうことに。まずは眉メイクから。で、眉は顔の印象の7割を決めるって言われてて、ものすごく大事なので一番時間をかけてメイクするとこなんですけど、でこの眉頭はちょっと薄めに描いて、眉尻にかけてグラデーションで濃くする感じ。眉毛全体の形を整えたら、上からピンクのシャドウで色をのせていきます。でこうすることによってすごい優しい感じの眉毛になりますね。あくまでも眉毛の輪郭っていうか、この眉頭と眉尻とかはある程度の自分の眉毛に近い色で描いた後にピンクを重ねる感じですね。続いてアイメイク。で薄めの ピンクをこうやってアイホール全体に薄く塗っけて、でピンクの場合あまり主張しないので、この目の周りをちょっと囲むように塗っても可愛いですね。で目尻をちょっと締め色で締めてグラデーションを作ります。でちょっとパールの効いたピンクで目頭を光らせてあげます。わかりますか？時間をかけてるんです。マスカラもピンク系で、ちょっとオレンジ寄りのピンクなんですけど、でも目尻をたっぷり塗る感じで、ベースに下地塗ってるのでちょっと色味が出やすいんですけど、これ下に黒とか塗っちゃうとあまり色が出てこないので、カラーのマスカラを使いたい場合はちょっとピンクならピンクっぽいマスカラを下に下地としてつけておいた方がいいかもしれないですね。次はチークです。で今回はピンクメイクなのでちょっと柔らかい感じに見せたいので、チークはこうあまり高い位置じゃなくてちょっと低い位置、ちょっとこう横に入れる感じにするとすごい優しい感じになるので。リップで仕上げです。目元がピンクなので唇もあんまり主張しない感じの、唇の自分の色の延長線上ぐらいのピンクでピンクつけてあげるとすごく馴染みが良くなりますね。割とこう輪郭がボケてるぐらいの方が可愛いかもしれないです、ピンクメイクの場合は。春のトレンドメイクが完成しました。可愛い。普段のメイクと比べてどうですか？柔らかい印象ですよね。春のこのピンク色を使ったふんわりしたメイク、すごく自分自身気持ちが上がります。春だからこそピンクを使う楽しんだもの勝ちだと思います。ピンクの色の持つポテンシャルが高いからこそ、どんな人がどういうふうに使っても可愛くなれると思いますので、チャレンジしてみてください。